パンツマンに深夜1時まで皿洗いさせてたの、マジ何それ、何その面白そうなワード何何、1時まで皿洗いさせてどういうことあの人1時まで皿洗いしてたの、へえ、そうなんだ。本人のツイッターで言ってた、へえ。ニコニコ公式から謝罪来たとおりにしてたね。え、なんか、どうなってんだ俺さ、悪い。あの、その後、あのさ、この前の公式炎上してるみたいなんだけど、俺その後帰ってきてから、まっちゃんと京ちゃんとダソクさんで12時間 PUBG してたから、全くインターネット見てないんだよね。人殺してたんだ、ずっと。で、起きて、女とデートして帰ってきてニコ生して、その後12時間 PUBG してたのね。で、ここ2日間の世間の情勢がわかんないんだよね。一体何が起きてるのかわかんねえんだ。宮崎葵が結婚したっていうのはさっき知った。岡田純一と結婚したっていうのは。やっぱクリスマスで浮かれ気分の奴ら、ぶっ飛ばしてえなと思って。見越し来たよ、見ようぜ。2017年12月23日土曜日の番組に関するお詫び。2017年12月23日に放送された、ニコ飯、一人でも寂しくない、せいやのクリスマス飯、番組内において不快な思いされたという意見を多数頂戴いたしました。パンツマンさんをはじめ、出演者の皆様、ご視聴されていた皆様がご不快な思いされたことについて深くお詫びします。今後はこのようなことがないよう、出演者様、ご視聴者様に楽しんでいただける番組作りを進めてまいりたいと思います。へぇー。もう絶対こんなこと思ってないんだから、別に謝んなくてよくない？思ってねえんだから。ニューヨークとかいう三流芸人を呼んでネタをやらせて2時間ずっとネタがつまらない、素人をいじるしかどうかないとか罵声し続ける番組を企画してみてはいかがでしょうか。今回ニコ飯スタッフの皆様がやったことはこれと同じです。パンツマンに真摯に謝罪し、吉本興業に公式に文書で抗議してください。せっかく料理タグに注目が集まったと喜んだらこの結末。この始末、運営はニコニコの評判を下げたくてこの企画をしたんですか。長年コツコツ動画を上げてファンに愛されている動画投稿者を東京に呼びつけてこの仕打ちか。自称芸人の二人はあれが彼らの人間性の限界なんだろうから批判する気ないけど、反省、運営反省してほしい。まあでも熱い奴らが多いんだろうな、パンツマンの視聴者。熱い奴らが多いんだろうね。ヤフーニュースだってよ、見ようぜ。ヤフーニュース見ようぜ。ヤフーニュース見してくれ。パンツマン、吉本興業から謝罪ありませんでした。収録後、ニューヨークはすぐ逃げて帰った。一言も話をしてません。1時過ぎまで皿洗いしてから帰りました。もうさ、なんか、もうなんか、すげえめんどくさくて面白そうだから、この話題に首を突っ込んでいくわ。ヤフーニュース。エンタの神様にまで飛び散ってるよ。二人で向かって人参を投げつけるパンツマンさん。同番組に身には、動画投稿者のパンツマンさんやセクシー女優の青井空さん、お笑いコンビニューヨーク、ラガってなんだよ、おい、か、てめえふざけんなよ、おや、バカ野郎、おいラガってなんだ、てめえ、この野郎、加藤純一がお前出てたじゃねえか、バカ誰か、この野郎。玉来た、マジで。クソヤフー。ニコニコ動画では人気投稿者で、として知られるパンツマンさんですが、番組ではニューヨークの二人に終始いじられ続け、次第にムッとした表情に、特に番組中盤、パンツマンさんが人参を切るくだりでは、ニューヨークの二人から、おっせえおっそと繰り返しおられ、とと、お前がやれよと激怒し、俺ちょっと上手くねえか、パンツマンのものまね。お前がやれよと激怒し、二人に向かって人参を投げつけてしまいます。その後も番組は続きましたが、スタジオ内はかなり、険悪な雰囲気に。こうした流れからネット上ではニューヨークに対して本当に不快だった、あれはゲイと言わないなど批判が殺到。一方パンツマンさん放送後、ツイッターでは放送中にブチ切れて申し訳ありませんと謝罪しましたが、あなたは悪くない、怒って正解ですよと、こちらは同情的な声が多く寄せられました。またパンツマンさんのツイッターによると、その後ニコニコ運営から謝罪がありましたが、ニューヨーク及び吉本興業から今のところ謝罪はないようです。動画見ようぜって、俺そこにいたんだけど、俺隣で見てたんだけど、見る必要ないんだけど、俺隣で見てたんだけど、20センチぐらいの距離で大丈夫だよ。見てたから。っていうことがあったらしいから、みんなもなんか気になる方はぜひ見てください。なんかでも、交わらねえよな、ほんとにな。あの、インターネットと地上波みたいなのって。
本当にことつくづく思うわ。交わらねえんだなって。普通のおっさんだからじゃあ、まあそうだよな。確かに。面白かったよ、でもすっげえ。めちゃくちゃ面白かった、あの人なんか。なんかね、普通のおっさんじゃなかった気がする。普通のおっさんだからしょうがねえよって今俺言われたじゃん。あれでも普通のおっさんじゃなかったなと思った。うん。でも面白かったよ、めちゃくちゃ。いや、でもね、まっちゃんとよっちゃんがパンツマンすげえ大好きで、全部見てるからさ、名前はもちろん知ってたけど。すげえさ、これもうみんな聞き流してほしいんだけど、この前さ、俺が出た公式がなんで、なんか炎上しちゃったんだよ、バーって。で、俺パンツマン大好きなのね。で、あんまりそういうさ、マイナスなこと言いたくねえなと思ったんだけど、お前がやれよーっていうのが完全に俺の中でブームになっちゃって、布団ちゃんと PUBG やってる時、7時間言ってるわ。俺がやられて、後発であいつがやられた時に、毎回言ってる。もうあれ完全に俺の中でブームになってる。で、配信では流行らせないしよ。世に出していくとパンツマンに迷惑かけるのが嫌だから。で、あらかじめこういう風に布石を打って いくことによって、その外には出さないっていう俺からの静かなるメッセージな。いや、だって絶対、俺わかるもん。自分がゲーム配信とかしててさ、おめえらがガチャガチャ言った時にさ、そんなこと言うならお前がやれよって、いつか使うわ、これ。ただ1ヶ月は寝かせねえと、今リアルタイムすぎて俺パンツマンの視聴者に嫌われるとめんどくせえからさ。一月経ったら解禁させるわ。